ボブラジオどうもガガガです。今回なんですけど、マジでやばいから、まずこれ見てほしい。まずなんか勝手になんか動画作られたんだよね。ルール説明。ルール早すぎて読めないんだけど。PT ルール、同数 VS 同数だ。仲間大会をするみたいで、なんかもうね、俺がいるんよ、ここに。そしてどうなるの？特殊ルール？絶対選出？何？待って、ヤドキング絶対選出しないといけないの？聞いてないんだけど、ヤドキング持ってたっけな？で、リーダーが変わるんだね。なんかね、この人たちがなんかチームなんだって、ネット上の。虎猫、暴走猫、伝説の最強、古参の蓮、西の白虎、天下を取る犬、最強は、七置き。なんで俺がいいの、マジで。え、なに？なんかよくわかんないけど、なんかほんと、なんかリーダーを決めるトーナメントが今日行われます。1月22ってなってたんですけど、なんか今日になりました。何次回って。マスカット VS フラワー争奪戦、マスカット争奪戦、悪に染まる、マスカット争奪戦狙うなら狙え、グライオン VS 牛子。何これ、何牛子って誰これ、トラじゃ、トラただの。俺がリーダーになれるんだよね、優勝したら。とりあえず囚われる悲劇、戦う守る、何言ってんだこいつ。おい、マジカルシャイン猫お化けお前、お前さ、これ尺稼ぎか、すっげえ尺稼ぎで、なんか同じ動画見せられてる気がするんだけど。また俺いるし、次の挑戦者は誰だ、誰なんですか次の挑戦者は。フラワー計画戦、フラワー計画戦行かれてんのマジで。ということで、このトーナメントに参加したいなと思います。はい、この方がだからちょっとサムネ作ってるみたいな、ちょっとサムネ見てほしい、これ貼ってると思うんですけど、この人が多分白虎さんって方ですね。はい、こいつに勝ったら決勝に行けます。ちなみに、なんかめっちゃ仲間いるイメージだったんだけど、なんかね、3人ぐらいしかいないらしいんで、実質ね、参加できるのが。なんで、次勝ったらもう決勝。で、もうこのまま俺が優勝すればリーダーになれるって感じかな。まあ、レジアイスいるんだってぐらい？ポリッツ、アローラ球根、ドーブル。まあ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 。なんか、ちゃんとしてるねって感じでも。うん。なんか強そうじゃない？相手。イメージ強そうじゃない？まあ、なんか、ドーブルから入ってきそうな感じはするんすよ。そこのタイミングで、どうしようかな。そんな悩むような相手じゃない気もするんだけどね。サーフから入ろうか。サーフ、ポリツ、ちょっとうざったいんですけど。ガチグマ出して電磁波すかそうか。そしてまあ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 って感じ。これでいきましょうか。はい、準決勝よろしくお願いします。これで勝てば決勝ね。はい、よろしく。レジアイスからか。レジアイスから入るとサーフ動きやすいなーって感じはするね。で、ガオガエンがいない、多分だけど、これ裏の通りにも良さそうっすね。ゴールドラッシュ打ちましょうか。いや、大会だからちょっと考えるか。いつもより。大会だからな。ちゃんとした大会なんでしょ、これ。リーダーになれるでしょ、マスカッツなんとかのリーダーになれるでしょ。引いてくるかなーって思うんですけど、ガオガエンいなさそうなんですよね。正直。で、アローラ急行もいないと思うんですよ。海流かーって感じ。多分相手引いてこないと思うんですけど、なんか頭悪そうじゃない？正直。キッズって。何歳か分かんないけど、なんか頭悪そうだから変えないと思うんだよね。だよね、変えないよね。さすがの耐久だわ。チャービー、特攻上げてくる形か。特攻上がらない。特攻上がらないは結構ありがたい。ここもっかいチャービー打ってくると思うんで、一旦ガッチ引いて、ゴールドラッシュの特攻を戻しましょうか。
じゃあさすがにレジアイス硬いですね。てかレジアイスってさ、純電だっけ。わ、ここでレビューってくんだ。裏読みされてんね。わ、キモ。これはキモいな。ちょっと裏読みされちゃったんですが、まあ一旦サーフ変えましょうか。かなり有利だね、相手がこれで。さあどう出てくるか。勝ち熊チェンジからサーフ。ここ多分レートビームだと思うんだよ。だよね、レートビームだよね。見えてる見えてる、全然見えてる。で後ろに対してもこれドラッシュ打ちましょうか。ここでさすがに変えてくるんじゃない。小学生だったら変えてこないと思うけど、中学生ぐらいでしょ多分。いやレジアイス結構強いね、やっぱ硬えわ。うん、楕円はいないから裏の通りは別に気にしなくてよさそうだけどね。レジアイス落とさないと どっちみちどうしようもないな。うん、まあラオス出してもよかったな別に。でここでトリックは入れたくないな。めっちゃ悩んでんな。引く。まあ凍ってるからガチグマが、正直ね、正直バチ凍ってるから、ここで電磁波打ってくるとかそういうタイミングはなさそう。だいぶ入ったね。それでもこれ落ちるんちゃう、落ちるんちゃうって感じ。うん、怖くないけど氷外したいっちゃ外したい感じするね。一旦ガチグマ引こうか。サーフチェンジからガチグマ。電磁波は100ないでしょ、ここは打ってないでしょ。トリックルームだったらこっちの方が速くなったよね。でここでブラッドムーン打ちたいところだす、出す。はい、ここのブラッドムーンは刺さるんじゃないかな。まあ氷が溶ける可能性って何パーセントだっけ、 30% ぐらいだっけ。だよね、動けねえよな、なかなか。自己再生 OK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 。 ここで氷体験しようか、しゃーなし。テラス切ってくるのありがたい。フェアリーテラスか、いいじゃん。ってことは真空波が微妙にラインにはなってしまったね。氷溶けた下、上からブラッドムーンですね。ここはポケナイスダメージ。まあこれはまあ大事の力圏内かなーっていうところありますね。ダウンロードで特攻が1段階上がってるから、そこがちょっとあれかなと思うんですけど、直近持ちなんで別にって感じかな。じゃあここ第一の力上からどうか。トリックルームが逆にきつくなってんじゃないかなって感じはしますけどね。さあ第一の力タイプ1のさすがに落ちます。ここでテラス切ったポリツ落とせたのはまあまあいいんじゃない。うん、悪くはないと思うな。でどうくんだろう、ここからだわ。ちょっと難しい。いや難しくないか。レジアイスガチグマ一旦切って、これトリックルームまだ続いてるよね。だったらガッチーの方が早いから、ガッチーでレジアイスに対してブラッドムーン打って、まあもしトリックルーム切れてたとしたら真空波である程度削ってっていうイメージかな。トリックルーム切れてる？切れてないよね。あ、切れてないじゃん。じゃあこれ上取ってるべ。ブラッドムーンで行こうか。さすがにレジアイスの方が早いでしょ。レジアイスの方が遅かった。レジアイス遅っ。じゃあ、うん、裏で詰めようか。裏で詰める。もしくは、サーフで詰める。なんか最終なんか裏海流だったら、とかいろいろ思ったんだけど、どっちがいい？引いてくる読みでゴールドラッシュ打ってもいいんだけどね。ここゴールドラッシュ2回打って、回、うん、回、
別にドレパンで良さそうなゲーム、まあこれドラッシュしますか。さあ一旦サーフ出す。帰るちゃうかな。一旦裏に、いや裏にも相当入るから、まあまあ別にって感じはしますけど、悩むところだよね。詰め方としてはウーラから入った方が良かったかもしれんな。いやウーラから入った方がいいわ、圧倒的に。うん、パンチグローブだし、ウーラから入ればよかった。これ負け筋引いてるわ自分で。カイルだったらちょっときつくね。レジアイス落とす。カイルの肩にもよるけど違うかな、カイルじゃないかな、わかんねえな。あ、球根、あ、球根だったらゴルラーで終わりちゃう。さすがに特攻1なんか下がってるといえども、さすがに無理だと思うけどね。最終ドレバンで落とすっていうイメージで戦っていいんじゃないかな、ここは。いや、ベールはもう意味ないでしょ。ちょっと考えすぎよ、俺。なんか戦う瞬間に。うん、ちょっと考えすぎてた。もっとなんか緩くやっていいかもしれない。じゃあ、決勝戦、進みましょうか。はい、決勝ということで、このサソリさんが、あの、ネコさんって方ですね。で、今回、まあ、別に、これなんかね、なんか作ったんだ、作ったのパーティー。これ、グラードン海洋がアルセウスミライドンミューツーポリゴン2って、作ったんだけど、これ使うと面白くないかな。さすがに。さすがに面白くないか。普通にやりますか。普通にやってもいいです。まあね、これで俺がリーダーになってもなーっていう感じはしますけどね。まあ頑張りましょうか。ゲンガー、オーニューラとか、クレセとかいますね。あ、ヤドキングいるじゃん。ちゃんと入れてるわ。俺が、ルール破ったみたいになってるけどね。さあ、決勝戦が始まろうとしています。あ、な、これもね、決勝戦はサムネないのかな。うん。まあないか、それは。ゲンガーから入ってきそうな感じもしますけどね。ゲンガーちょっとね、いろんなことやってくるから嫌な感じはするんだけど、そうだな、そんなに怖くはないかな。クレセリアぐらいかな。クレセリアどうしようかなっていうぐらいかな、正直。うん、ラティアスで瞑想積みましょうか。どうにかこうにか。ヤドキング来るか来ないかも大事な感じはしますね。はい。オーニュラから来たらサーフ引いて猫魂一回避けてからのゴールドラッシュっていう動きでいいんじゃないかな。どう来るかな。まあ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 、ムーンフォーに対して水テラス切って水流連打打てばいいからね、ここは。引く必要性もなさそうな気がする。ラティアスでさ、ゴールドラッシュ、ここで多分ハバタッカー見潰しとけば、ラティアスの動きかなりいいと思うんですよね。で、ヤドキングに引いてくるかって言われたら引いてこない気がすんだけど。俺目線。ここ水テラスから水流連打ぶち込もうか。ムーンフォース打ってんじゃないかな。電磁波パターンが一番だるい、正直、ここ。電磁波神じゃなさそうではあるけど。だよね、ムーンフォースだよね。これ全然耐えるんで。とりあえず、これね、格闘削ってるから。いい感じで入ってただけ。あ、いい感じで耐えた。OKOKOK。で、紙落とせばラティアスが動きやすくなりましたね。ちなみに。うん。めちゃめちゃ動かしくなりましたね。どうしようか。こうから。オーニューラか。
大ニラだったら一旦サーフ引いていいかなっていう、うん、サーフ引いていいかなっていう動きかな。猫だましで軽技発動されるのちょっと嫌かな、ちょっとだけ、ほんのちょっと嫌かな。でここ引くにしても引かないにしてもこだわりメガネ後ろに投げていくっていう動きがかなり刺さるんじゃないかなって思ってます。うん、クレセとかあのヤドキンとかそこら辺がいる状況でしょ、イメージ的に言うと。うん、ヤドキンとかにこだわりメガネ渡せたらめちゃめちゃ対面いいし、ここであの大ニューラに対してこだわり渡したと渡しても軽技発動しないですよね。ノーマルジェルだったらね、ノーマルジェルこっちがもらえるから、だからここは圧倒的トリックなんですよね。いや引いてヤドキンだったらバカ嬉しい。エルフーンか、ヤドリギとかの方か。いやーどうなんだろうな、食べ残し、あー耐久型だったら動きやすいんじゃないかこれ。うん、いいんじゃないかだよね。打点っていう打点あんのか、シャドウで作ってもいいかなーってのは思うところです、正直。うん、ゴールドラッシュ打つ必要性って言ったらそんなにない気がするんだけど、テラス切る可能性があるからね、ここに関して。ゴールドラッシュ来るかなと思ってテラス切ってくる可能性あるから、シャドーボールで対面作りましょうか。ムーンフォース問題ないかな、特攻が下がるのがちょっと嫌かなって感じ。オッケーオッケー、問題ない。さあシャドウ打って食べ残しで回復しましょうか。半入ってないな、特攻ナイス。ここしっかりめ特防ダウン引いとけば、うん、これ次のムーンフォースで特攻下がったとしてもまあ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 って感じかな。ああ、熱い、 あの優勝しました、僕がリーダーです。はい、他にもね、なんか面白い大会あったらね、皆さんあの参加しようかなと思うんで、あの誘ってください。はい、他にも大変なことがあってチャンネル登録の方をするなんか、では次の動画でお会いしましょう。ビチュー。